掃除機。掃除機は、ゴミやホコリを、容器内に回収する、家庭電化製品、掃除用吸引機である。しばしば電気掃除機とも言う。世界最初の真空掃除機は、1868年に、シカゴのアイブス・マガフィー、アイブス・ W ・マクギャフィーによって発明された。原理は、手でレバーを引いて、負圧を作り出し、その力によって、 ノズルからゴミを吸い取り容器に貯めるという簡単なものであった。彼は1869年6月8日にこの特許を取得し、ボストンにあるカーペット製造会社に売り込むことに成功した。こうして誕生した世界最初の真空掃除機がシカゴとボストンで発売されたが、当時としては25ドルもする高価なものであり。 ノズルをゴミに当てながらいちいち手でレバーを引くのが面倒という欠点ため、やがて市場から姿を消していった。1876年、ミシガン州グランドラピッツのメルビル・ビッセルは、妻のためにカーペット状の音楽図を掃除するための掃除機を作った。まもなく、ビッセルカーペットスイーパースとして製品化。メルビルが1889年に亡くなると、妻のアンナが社長となり、 当時最も強いビジネスウーマンと呼ばれるようになった。1899年、電動機駆動の掃除機をジョン・サーマンが発明した。ビッセル社は今も掃除機を含む掃除用品のメーカーとして存続している。最初の電気式真空掃除機は1901年にイギリスのヒューバート・セシルブース、ヒューバート・セシルブースが発明したもので布フィルターを備えていた。 彼は列車の座席からゴミを吹き飛ばす装置のデモンストレーションを目にしゴミを吸い取った方がずっと役立つと考えたそのアイデアを試すため彼はレストランの椅子の上にハンカチを広げそれを自分の口で吸い付けさらにゴミを吸い付けてみたゴミがハンカチの仮面に集まったのを見て彼はそのアイデアがうまくいくと確信したブースは プフィングビリーと名付けた大きな装置を作った。石油を使った内燃機関を動力源としていたが、後に電動機を使うようになった。掃除すべき建物の前まで馬で引いていったという。ブースはブリティッシュバキュームクリーナーカンパニーを創業し、その後数十年にわたって発明の改良を行った。家庭用掃除機の市場では口述するフーバー社の製品に負けたが、 産業市場に活路を見出し、工場や倉庫で使う業務用機種を生み出していった。ブースの会社は、基礎館の会社、クワイヤーペース LTD の一部門となって存続している。1905年、イングランドのバーミンガムにあるアルター・グリフィス、マニュファクチャラーが人力の掃除機の特許を取得した。これは、運搬や収納が容易で、一人の人間、召使いなどが、 不意後のような仕掛けを操作、それを動力として着脱可能な柔軟なパイプを通してゴミを吸い上げる方式である。パイプの先には様々な形状のノズルを装着できる。形状としては現代の家庭用掃除機によく似ている。ニュージャージー州の発明家は1903年から1913年までに9件の特許を取得し、アメリカでの電気掃除機産業の基盤を築いた。 ブースが自身の発明のアメリカでの特許を申請したのが、ケニーの競合する特許が成立した後で、ブースがアメリカで特許権を主張できなくなったためである。1919年に創設されたバキュームクリーナーマニファクチャラーズアソシエーションの会員資格は、ケニーの特許のライセンス供与を受けていることだった。最初の家庭用の電気掃除機は1905年。 アメリカのチャップマンスキナー社から売り出された。ただしこれはポータブル型ではあったが、重さが92ポンドもあった。そして、1907年、オハイオ州で学校用務員をしていたジェームズ・マーレー・スパングラーは、扇風機と箱と枕カバーを使って、電気掃除機を発明した。これがアップライト型掃除機の原型である。スパングラーのデザインは、単に吸引するだけでなく、 大きめのゴミを集めるための回転ブラシを備えていた。スパングラーは自身で発明を商業化する資金がなかったため、1908年6月2日に取得した回転ブラシの特許を彼のいとこの夫、WH ・フーバーに売却した。フーバーは革製品などを販売する、フーバー・ハーニス・アンドレザー・グッズという会社を経営しており、自動車の発明によって売り上げの落ちつつある。 革製品以外の新商品を求めていた。フーバーはエレクトリックサクションスイーパーカンパニーと社名を変え、1908年に最初のキッシュモデルを70ドルで発売した。これが初の商業用モデルとなった。欧米ではフーバー社は今でも電気掃除機を含む家庭用掃除用品メーカーとして存続しており、イギリスでは電気掃除機を使うことを フーバという動詞で表したりする。1910年、PA フィスカーは、ニルフィスクと名付けた掃除機の特許を取得した、ヨーロッパ発の電気掃除機である。フィスカーの掃除機は 17.5kg の重量で、人一人でも何とか使用可能だった。その会社は、現在も、ニルフィスクとして運営されている。日本で発売された、最初の電気式真空掃除機は、 芝浦製作所、東芝の前身が1931年に発売したアップライト型、放棄型と呼ばれていただった写真。登場からしばらくの間、電気掃除機は贅沢品だった。しかし、第二次世界大戦後、中流階級でも一般的になっていった。特に絨毯を多用する西洋で先に一般化した。世界の他の地域では木や、 タイルや畳の床が一般的で掃除機を使わなくとも放きや雑巾やモップで十分掃除できたためである。日本では新中軍家族団地ワシントンハイツにおける電化製品メンテンス工事を特別調達庁から受け負っていた東京の太平工業が米国製品を参考に1949年に自社開発秋葉原等で販売を開始した。 しかし当時の日本家屋のほとんどは畳と板間まであり、蒸気の通りわざわざ高価な掃除機を購入するまでもなく、畑や放棄でゴミを家の外に吐き出す方が簡単早かったため、真空掃除機はほとんど普及しなかった。しかし、1960年代に団地、公営団地ブームが起こると、近所迷惑のため家の外にゴミを吐き出すことが難しくなり、 放棄の勘弁さが半減したため、まず掃除機が団地に受け入れられた。また、団地や新しい家には洋室が取り入れられ、土足ではないのに絨毯が流行したため放棄では掃除しにくくなり、絨毯の毛の中に溜まった埃によって、のみが大量発生することも多かった。このため、真空掃除機の優位性が高まり、一般家庭に普及し始めた。初期の真空掃除機は、 使い捨てではない布フィルターなどが使われていたため、ゴミ捨ての際には大量の埃が舞い、またフィルターを水洗浄をしないと吸引力が回復しないなどの面倒が多く、敬遠する人も多かった。しかし、紙パック式真空掃除機が1980年の初め頃に発売されると、使い捨ての紙パックフィルターによって、これらの問題が一気に解決されたため、 ほとんどの家庭に普及するようになった。1990年代になるとサイクロン式掃除機が増えてきた。その原理は古くから知られており、1928年からサイクロン式掃除機を製造していた会社もある。近年のサイクロン式掃除機は、1985年にイギリスのデザイナージェームズ・ダイソンが工業用を噴体、分離機にヒントを得たものである。 このアイデアに感銘を受けたシルバー製鋼がライセンスを取得して製造・販売に乗り出すなど当初は日本で高く評価され1993年にイギリスで1号機の DC01 が200ポンドで発売された普通の掃除機の2倍の値段だったため売れないと思われたがダイソンは今ではイギリスで最も売れている掃除機ブランドとなった 1997年にはミノルタがロボット型掃除機のロボサニタンを発表。製品化には至らなかったが、メディアで報じられ清掃業者などから反響があった。そして2000年代になると、ルンバなどに代表される製品化された家庭用ロボット掃除機が登場するようになった。その他、健康志向の高まりを受け、排気が従来に比べ綺麗で、 空気清浄機があるにもなる掃除機や、風圧で本体が、宙に浮く掃除機なども登場している。うきなど、他の清掃用具と比較した、際の特徴は、以下の通り。ダストピックアップ率とは、IEC、国際電気標準会議が定めた、主として、カーペットの清掃能力を表す指標であり、標準として定められたカーペット面に、基準量のスタンダードダストを器具でサンプローラーで、 押し広げた後、一定の速度、動作、回数で掃除機で吸引し、回収できた、スタンダードダストの重量の割合を、パーセントで表したものである。ただし、ダストピックアップ率の高い掃除機が、日本の畳やフローリングで必ずしも高い、清掃能力を発揮するわけではない。このため、ダストピックアップ率が、ジスでは、人愛除去能力と役さ規定もされているが、ジスによる、 性能表示義務がなく、一般市場では使われていない。なお、ジス C9108 の C1.3? 西験用絨毯の全処理には次のような中期がある。吸い込み仕事率とは、空気力学的動力の最大値、すなわち、掃除機の空気を吸い込む能力を表すもので、一般に言われる吸引力のことである。車に例えれば、馬力にあたる。ただし、 掃除機の清掃能力はノズルの構造にも大きく依存するので、吸い込み仕事率に清掃能力が比例するとは限らない。このため、掃除機のメーカーは、吸い込み仕事率を高める研究だけでなく、清掃能力の高い床用ノズルの開発にも余念がない。一般的に吸い込み仕事率の高い掃除機の方が、一つのノズルで様々な種類、大きさのゴミや、 様々な床に対応することが容易になる。吸い込み仕事率は、掃除機の本体の吸引パイプに測定装置を接続し、バルブを操作して、風量と真空度を変えながら、風量真空度が最大になる値を求めたもので、単位は WW w である、詳細は JISC-9108、付属書 A、規定、吸い込み仕事率の測定方法参照。 吸い込み仕事率は次の計算式で算出される。吸い込み仕事率は JIS によって性能表示が義務付けられている。騒音値とは無教室において最大風量で運転している掃除機本体から1メートル離れた場所の音量を表したものであり、ノズルを床から10センチメートル情報に浮かせて固定し、回転ブラシを止めた状態で測定され、単位は DB。 デシベルである、詳細は、JISC-9801 の、付属書 B、規定騒音測定方法参照。なお、JIS では、家庭用掃除機の騒音は次の値以下でなければ、ならないと規定されている。参考として、騒音値の指標になる環境の一覧を示す。騒音値はユーザーにとってわかりやすく、しかも有用な指標だが、JIS による、 性能表示の義務付けがないため、騒音値が大きい製品などでは公表されないことがある。メーカーにより、ノズル、ヘッド、ブラシなどとも呼ばれている。ほとんどの床移動型家庭用掃除機には、床用吸い込み口、棚用吸い込み口、隙間用吸い込み口が標準で付属する。吸引されたゴミをフィルターでこし取り、ゴミをフィルタ手前のダストボックスに溜め込む。 真空吸引式掃除機の基本的な構造である。ゴミが溜まると吸引力の低下や排気から悪臭を生じるため頻繁なゴミ捨てが必要だが、業務用途ではゴミ捨てがもともと日常的であり、その際に紙パックを使用していたのでは、ランニングコストも軽いため、業務用掃除機ではあえてこの方式を採用した製品も少なくない。 重力でゴミを分離することで吸引ゴミを市販のゴミ袋で回収できる製品もある。フィルターがチリで目詰まりするため、こちらも頻繁なメンテナンスが必要だが、コードリールからコードを引き出す際のエネルギーを利用したり、専用の電動モーターを利用してチリ落としを同化した製品もある。吸引されたゴミを袋状になった紙パックでこし取る方式。 英語ではこの袋をダストバッグというが、日本ではパックと呼んでいる。紙パックがゴミ袋とフィルターの役割を兼ねているため、面倒なフィルター掃除が不要であり、ゴミ捨ては紙パックごと捨てれば良いという手軽さと清潔さがある。また、紙パック内でゴミが自然に圧縮されるので、ゴミ捨ての回数が少なくて済む長所がある。デメリットとしては、 ゴミが溜まってくると内面に付着した微粒子によって吸い込み力が落ちるという欠点が指摘されている。ただし、自動で紙パックを叩くなどして、ホコリを落とし、ほぼ満杯まで吸引力を維持できる製品が出ている。紙パックは使い捨てのため購入しなければならず、このランニングコストや取り付け部の構造が特殊な専用品の場合その供給に製品寿命が左右さる。 常に予備を購入しておかなければならない、煩わしさがある。なお、紙パックは純正品を使用しない場合、メーカー保証の対象外になる場合が多い。これは、様々なメーカーと機種に対応した廉価な、汎用紙パックの性能が一定しないためである。近年は専用の紙パックを購入せずとも、ティッシュペーパーで代用できるタイプのものもある。性質は、おおむね紙パック式と同じだが、 液体や切削兵を吸い込んでも容易に破損しないため業務用掃除機などで使用される。構造的には紙パックとほとんど変わらないため、布バッグが利用できる機種のほとんどで、紙パックも用意されている。実は紙パック以前に開発された方式だが、布バッグは使い捨てではないため頻繁なメンテナンスを必要とし、より簡便な紙パック式にとって変わられた。本来、 サイクロンとは1886年にアメリカのモース MO モールスによって発明された粉体分離方式を指す言葉で原理は高温状の筒の中で空気を回転させ遠心力によって空気と粉体を分離するものであるこの方式を1983年にイギリス人の発明家ジェームズ・ダイソンが掃除機に応用した以来 ダイソンの掃除機の商業的な成功の影響で、サイクロン方式といえば、まず、ダイソン社の掃除機のことであるとされることが多くなった。ダイソンの掃除機は、遠心分離だけでホコリをほぼ完璧に分離して、綺麗な空気を排出するとされる。わずかに取りこぼしたホコリを、後段のフィルターでこし取る仕組みであるから、フィルターの目詰まりによる吸引力の低下は、 紙パック方式よりも簡満であるとダイソン社は主張している。2006年に行われた日本の国民生活センターのテストではダイソンのサイクロン掃除機はダイソン社の主張通り紙パック式よりも吸引力の低下は簡満だがダイソン以外のサイクロン掃除機は掃除を重ねていくと吸い込み力が紙パックと比べて低下しやすいとのテスト結果が出ている。フィルターの水洗浄は 西洋の環境で使う場合は月に一度、日本の環境で使うならば、およそ半年に一度で良いとダイソン社は主張している。この方式の掃除機の欠点は、効率が悪いことであり、吸い込み仕事率は、紙パック式掃除機のおよそ1、3である、とされてきた。しかし、2015年8月に、パナソニックが、ダイソンと同等の粉体分離方式の MC、 SR530G、SR MCSR33G を投入。従来の日本の紙パック掃除機の水準の吸引仕事率 200W だが、従来日本においては 1000W が標準とされてきた消費電力の型 720W に低減させているを実現している。なお、この2機種の発売により、ダイソンの粉体分離方式の独占は終わっている。なお、 パナソニックも排気フィルター清掃間隔は半年から1年程度とている。一般にサイクロン掃除機は紙パックを必要としないという点では経済的であるが頻繁なゴミ捨てとゴミ捨ての時にホコリが舞うという欠点がある。また定期的なフィルターの水洗浄では完全に乾くまで待たねばならずその間掃除をすることができない欠点もある。一方 モースのサイクロン粉体分離方式を使わない。掃除機でも吸い込んだ空気を回転させて、遠心力で大きなゴミや砂などを分離させている機種はサイクロン方式と呼ばれることが多い。ただし、この排気にはまだ微粒状のホコリが多量に含まれているため、ベッドフィルターでろ過する必要がある。機種によっては空気と粉体との分離の大半をフィルターに頼るため、真空掃除機との区別は曖昧である。 多くは蛇腹になったフィルターか、火だが放射状になったきっかけフィルターを使用して囚人効率を上げており、吸い込み仕事率は紙パック方式とほとんど変わらないものもある。欠点はフィルターの目詰まりによる吸い込み仕事率の低下である。そのためサイクロン粉体分離方式を使う方式と比べて非常に頻繁なフィルター洗浄を要する。ただし、 自動的にフィルターのチギを叩き落とす機構を持った機種も多い。こまめにフィルターの水洗浄をすれば吸い込み仕事率の低下は避けられる。なお補助としてティッシュペーパーを使用することが推奨されている製品もある。その場合、露過面積が減って多少吸引力の低下が起こる一方、ティッシュペーパーを使わない場合に比べてゴミ手が簡単、清潔となるなど、 紙パック式の利点の一部も合わせ持つ。排気を吸い込み口へ戻し、ノズルから吐き出すことによって、ホコリを効率よく浮き上がらせ、再び吸引する方式。このためホースが二重構造になっており、内側を吸気、外側を排気が流れる。排気が本体と吸い込み口を循環するため、総排気量が非常に少なく、排気によるホコリの舞い上げが少ないメリットがある。また、 モーター室が密閉に近い構造になるため、運転音が静かになる。ただし、本体からもモーター冷却のためのわずかな排気がある。モーター冷却性能が劣ることから、消費電力、発熱量を抑える必要があり、結果として吸い込み仕事率は小さい。1999年、平成11年に、山陽から世界で初めて発売された。 2009年5月現在、同社のラインナップにこの方式を採用している製品はない。吸水掃除機は水分を含んだ物品の吸引を可能とした真空掃除機である。水分を含んだ物の,の回収や液体の回収が効率的に可能であるが、可燃性液体の吸引はモーターからの発火の恐れがありめて危険である。容器に入れた数リットルの水をくぐらせる。 吸引掃除機も存在する。洗剤等の海面活性剤を混ぜた水フィルターを透過することで、花粉等の微粒子を取り除くことができる。内陸部で湿度の低い日本国外では普及しているが、水フィルターを通すときに排気中の湿度が上昇するため湿度の高い日本では季節によっては使用が適さない場合もある。また泡の中に浮遊する微細なゴミは水を通過してしまうため、 完全なホコリの除去には、水とはベッドフィルターが必要となる。電源コードには赤い印と黄色い印が付けられているが、これは地図で定められたもので赤と黄色の印の間隔は 800mm と規定されている。各社の理由は異なるが、黄色はこの線まで十分引き出して使用するという目印になっている。1985年の科学万博では、 不要ロボットシアターでメチルアルコールを燃料とする来年期間を搭載したクリーナーシャークが展示された。家庭用には2001年11月にエレクトロラックス社のトリロバイと2002年9月にアイロボット社のルンバが発売された。日本企業では2007年12月にバンダイの子会社である CCP 社が SOG プレミアムの販売を開始し、 2011年9月には、その機能向上版のラクリートが代替機種として発売された。また2009年11月に、塚本 AM 社がロボットクリーナー AIM ロボ1を販売開始している。製品化はされなかったがパナソニックは2002年3月、日立は2003年5月に、家庭用ロボット掃除機の作機を発表した。 業務用にはミノルタが1997年にロボサニタンを発表したが製品化は見送られた。しかしその技術はフィグラ社に引き継がれ、2009年に F ロボクリーンとして製品化された。富士重工と住友商事も2001年にロボットによるビルの製造システムを実用化し、2006年には製造性能や安全性、コストメリット等が認められ、 今年のロボット大賞2006経済産業大臣賞を受賞している。サイクロン方式、紙パック方式とも上位モデルにはヘパフィルターやウルパフィルターなどを備えクリーンな排気を歌う製品が。また、静粛性もアピールポイントとなり、モーターの運転音がほとんどしない機種も。サイクロン方式はゴミ捨てやフィルターのメンテナンスを厭わないユーザーに人気があり、逆に 紙パック方式は掃除を簡単に済ませたいユーザーに人気がある。一般にサイクロン方式は同クラスの紙パック方式よりも価格が高めに設定されていることが現在はサイクロン方式と紙パック方式が共存している状態である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。